日本東京都江東区時と時和は,は、東京都江東区の地名で、旧深川区にあたる深川地域内である。現行行政地名は、時和1丁目及び、時和2丁目。郵便番号は135-0006。住宅と町工場が混在するエリアで、松尾芭蕉がこの地に世を結んだことでも知られている。歴史ある深川の名を鑑賞し、深川時和として、 長く親しまれている町である。カレーパン発祥とされる店舗が存在したことから、深川時和は,はカレーパン発祥の地とされている。深川地域の北西に位置する。深川村の文豪松城町が4の橋南側に移った際に、南松城町と名を変えた。この南松代町が火災で消失した際に、現在の時は高橋際との橋通りに、開地が与えられた。 この際に付けられた新町名を付けるにあたり、南松代町の松に取材し、松が常緑樹として縁起が良いことから、時和町と名付けられた。後に、深川時和町から住居表示時に、現町名、時和へ変更した。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 東辺を通る清澄通り地下に、都営地下鉄大江戸線が通るが、駅は設置されていない。都営地下鉄新宿線、大江戸線森下駅及び東京メトロ、半蔵門線、都営大江戸線清澄白川駅が、最寄り駅となる。ありがとうございます。